今朝、私、目を覚ましますと庭先でスズメが交尾をいたしておりまして、発情期ですな。私もね、負けずに松林に潜り込み、一人で妄想にふけておりました。小一時間ほど経って再び家に戻りますと、家内の夏江が交尾をいたしておりました。発情期ですな。憤慨した私は皇居に向かって敬礼。今日も陰朝日だ、早速赤土神武を配りに行こうで、再び松林に潜り込み、一人で妄想にふけておりました。欲しがりません、勝つまでは。人間には三つの欲がございます、うん、食欲、性欲、海水欲と。夏瀬と初めて知り合ったのは3年前の夏、カムチャツカ半島へ海水浴に行った時のことです。忘れもしませんよ。彼女は波打ち際でゆっくりと〇〇を洗っておりました。その手つきやまれた私はいざなうかのように、一年勃起いたしました。私はミラトリプラスペンギンアルティー、ヨーヨーと彼女に歩み寄り、その眼前に立ち上がり、結婚してください、お引き取りくださいと。私の家系は元来無類の取り好きでございまして、血は争いません。ああ、私も幼少の頃より伝書鳩のブッチを飼いならし、こいつを使って近所の住人に赤紙を配らしておりました。その頃からモッツ系とは何かと真剣に考えなり、現在に至っております。私、自宅ではジーンズを履いております。設計グループイメージキャラクター候補、鳥肌みのるでございます。先日、蜂のステージを終え、家で悶々としておりますと、息子のゲッタが私のことをヒロポンって呼ぶのです。いたたまれなくなって、甲州街道をひたすらまっすぐ鶏歩きで進み、新宿で行われておるエルトンパーティーに出席いたしました。私の場合は40歳以上160センチ未満ポマード臭いということで、入場料が倍でございました。会場は大気の荒い若い男女でぎっしり埋め尽くされ、すし詰め状態だったんですが、私が会員番号1242番、鳥肌でございます。私、陸軍中野学校卒業後、キセルでナチスドイツに渡り、ヒトラー有限と首席で卒業いたしました。夏に叩き込まれたゲスタパデマシーは筋金入りでございますと。乗り取りで突入いたしますと、私の周りからスーッと人が引き、ドーナツ化現象が起きました。これはまずいと思い、尊敬しておるアーティストは池田大作でございますと。ステップを踏んでやると、私の周りにスーッと人が集まり、袋叩きに遭いました。しけどなも帰る、憤慨してそばを立ち去り、受付に座っておった女性に言ってやったんです。結婚してください、お引き取りくださいと。再びパーティー会場に戻ると、アピールタイムが始まっており、中肉中背藍染め教訓の女性が私に花いギャラ口通ってまいりまして、アムウェイビジネスの素晴らしさについて長々と打ち答えてきたので、少々気分を害した私は告白タイムに入ると、中肉中背藍染め教訓の女性のガッツに立ち上がり、人間魚雷回転の構造について長々と打ち答え返してやりました。そして小一時間に及び一方通行の会話の末、私が好みそこだ、聞くの間にぶち込んでやると取り乱したところで、係員につまみ出されゲームオーバーでございます。男と女がつがいになるというのは私の永遠のテーマでございます。人生の先輩として一言言わせてもらいます。固いクソ、出すときつらいが神いらず。ご清聴ありがとうございました。Oh, yeah.